ました。あのね、これあのみんな知ってて来てるのか知らないで来てるのかわかんないけど、今日はね、我らの PA 南部和樹の40歳のバースデーということでね、やってまいりました。おめでとうございます。そしてですね、なんとその南部和樹がバッコンの中で、ああまあまあバッコンの名作って言ったらイエスやろうな。バッコンの名盤って言ったらイエスやろうな。これフランスあたりで聞いたの。あ、そうなんだっつって、いや俺さ誕生日のライブの時イエスの完全再現ライブやろうやろうって言ってえと思って、ああ俺エスカルゴ食いながら聞きながらフランスで、ああああみたいな、ただああって言いつつ、本当1ヶ月前ぐらいかマネージャーの大ちゃんから、いやもうそろそろイエスの練習しないとね。え本気でやるのつって、本気でやるのって言ったら LINE でね、本気でやるのって言ったらメンバーがポコンポコンってきて、え、もう練習してるよ。え、嘘でしょ、俺めっちゃ置いてかれてるみたいな。練習期間めっちゃ短い。いや、自分で作った曲なんだけども、曲たちなんだけども、さすがにね、え、7年前ですか。7年前、覚えてるわけないでしょうか。2008です。もうね、リハの段階からものすごい恥ずかしかったわけ。パー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 、これどうしよう、それこの始まりどうしようっていう感じもあったんだけども、まあ今日はね誕生日ということで、わがままも聞いちゃおうじゃねえかということでね、今日はイエス完全再現ライブ、しかも CD の曲順通りのセットにしたと思います。最高。なのでね、知ってる人は、次の曲が何なのか分かるはずです。もう盛り上がる曲なのかバラードなのか、ケンジ君そのテンション感を伝えてあげてよ。あのね、ライブはね本当に毎回毎回違う感じだけど、今日は特にですよ皆さん、このイエス再現ライブ多分一生ないと思うんで、皆さん焼き付いて思いっきり悔いのないように一緒に熱い空間過ごしていきましょう。よろしくー。